すごい、皆さんありがとうございます。あ、意外と見えてるんだ。しっかり見えてますこれね。あのね、一応ね、広角のあのレンズはつけてるんですけども、音はね、あの iPhone そのものなんですよ。で、一応 WiMAX でね、今やってますけれども、谷口さんね、声も映像も動きも大丈夫ですよ。ただ自動でピント合わそうとするんですが、あ、そうかもしれないね。アズマックさん、iPhone でもしっかり見えてます。ありがとうございます。多分ね、タイムラグもかなりあると思うんですけども、まあそんなこんなでちょっとね、私も今日は動揺してます。本当に申し訳ない、青木さんね。で、今日は、捨てる英語のね、トレーナーである、青木さんに来ていただいて、青木ゆかです。ゆかさんね。はい。100の香ると書いて、ゆかさん、来ていただいておりますけども、実はサリーさんのね、ハッピーエクに以前出られたということで、はい、その時もね、始まる前ちょっとね、トラブルがあってね、遅くなっちゃったんだよね。で、今日もね、もうバッチリお送りしようと思ったら、こんなことになっちゃいましたね。本当に青木さんには申し訳ないんですけども、まあ、近くにね、いらっしゃるっていうのは、まあ、なんとか救いかなと思うんですけどね、近くにいらっしゃったんでね。で、青木さんなんですけども、この間、私初めて会ったのが、メガ盛り、ね、メガ盛りパーティーで、青木さんが来てくれて、実はね、そのメガ盛りパーティー、来てくれることになったのが、僕の Facebook ページ、はい、メディカスのね、そこにメッセージを入れてくれたわけ、うん、最初。覚えてる、はい、覚えてます、うん、覚えてます。あれ、なんて言ってくれたんだっけね。メディカスって、そう、今までメディカスって聞いたことあって、そう、すごくよく聞く名前で、うんうん、あ、これだと思って、すごいよね、それでよくねメッセージしてくれて。もともとでも誰かの経由でこう知ったんですか。メディカツの名前はサリーさんの名前、サリーさんから、ね、うんうん、あのメディカツバンドをしていたのも知っていて、うん、はいはい、それでもう一度ちょっとどんな雰囲気なのか見てみたいと思って、うん、ちょっと勇気を振り絞って、あ、今勇気振り絞ったんですか。そうそうですそうですそうです。あ、本当。そうですそうです。もう勇気振り絞って。あ、本当。行きたいです。あ、で僕が返事したじゃないですか。はい。すごい温かくてね、長い文章がバッと来て。そこ行ってくれてね、本当嬉しいなと思いますけど。もうなんか、あれ大事だよね。そうですね。やっぱりなんか初めて来ようと思った時に、うんうん、こう本当にあ、ウェルカムなって感じだって思って。うんうん、ね、聞きました、ウェルカムね、発音いいでしょ、ウェルカム。なんで。なんでそのね発音がいいかというと、実は英語トレーナー、捨てる英語トレーナー、はい、捨てる英語っていうのはついてもいいね。そうですね、捨てる英語です、ね、英語トレーナーなんですけども、実際僕もまだ青木さんの英語って実際聞いたことないんですよね、まだね、うん、で、もともと英語、うん、どうだったの。すっごい苦手だったんです。それいつ頃の話なの。大学生ぐらいまで言葉が出てこなくて、うん、もう全然あの通じないし、うん、どんだけ喋れなかったかっていうと、うん、アメリカに旅行に行くんですね、うん、言ったかもしれないですけど、サリーさんの時も、うん、あの旅行に行って、うん、でレストランに入って、うん、ウェイトレスさんに、うん、すいませんって呼んだら、うん、ウェイトレスさんがイエスってきますよね、うん、でなんかあ、このセットくださいってお願いしたら、うん、ウェイトレスさんが、うん、スーパーサラダって聞くんですよ。ね、スーパーサラダって思うじゃないですか。スーパーサラダって今僕思ったけど。でしょ、アメリカですよ、うん、アメリカでスーパーと言わしめるだけのサラダがどんなサラダだと、ね、いや何人前みたいなね。そうそうそう、肉 500g とか乗っちゃってんのかな、うん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 、いやそれってもはやサラダじゃなくないとか突っ込むわけです、うんうん、いやもしかしたら持ってくる人がスーパーなのかもしれないと思って、うんうん、いや向こうの方でポブサップみたいな人がサラダ用にこう待機してたらどうしようとかいろいろ妄想してぜひ食べよう、うん、食べなければ日本には帰れないと思って、うん、じゃあそれでとお願いするんですよ、うん、ともう一回スーパーサラダ聞かれるからイエススーパーサラダイエスっていうやり取りが5回ぐらい続いてスープオアサラダだったっていうのに気づいた。スーパーサラダそう言うぐらい聞き取れないし、僕今だってスーパーサラダだと思ったもん。そう、ずっとスーパーサラダだと思ってて、へ、持ってきてってアピールしたら、 それはスープオアサラダだったことが5回ですよ。やっと分かるぐらい英語が使えない。ちょっともう一回言ってもらえます、そのスーパーサラダって。スーパーサラダ、それスーパーサラダなんだ、うん、もうスーパーサラダに聞こえるんですよね。聞こえる、へえ。それぐらい喋れなかった。喋れなかった。うん、はあ。
だからいかにその本物の、 あの英語をやっぱり聞いてないかっていうことだよね、日本人は。そうですね、いろんなこうやり方、全部いろんなものを捨ててもらって、うん、こう喋れるようにするっていうやり方を教えてるんですけど、うん、そう、いろんなねことを捨てると意外と喋れるっていうね、はい、それが学生の時、それが大学生、あ、大学生の時ね。でもそれまではそのいわゆる日本の英語文法とかあるじゃないですか、はい、それはどうだったの、成績は苦手。あ、そうなんだ。好きじゃないんです、いまだに文法単語を覚えるのそんなに好きじゃないです。あ、そうなんだ。むしろ嫌いかなみたいな。うーん、でもうーん、アメリカに留学に行って、うん、イギリスにも留学したんですけど、うん、英語喋れる人の英語ってずっと聞いてたり自信満々だったりするのってこう意外とね、うん、正確な英語喋ってないんですよ。正しい英語喋ってなかったり、日本人ってこと？で、外国のそのすごい自信満々で喋ってる人たちが意外とこうなんだろう、テクニックをね、うん、駆使して喋ってるのに気がついて、うん、それ真似するようになったらものすごい通じるようになって、意思の疎通できるようになって、うん、あ、なんか喋れると思ってからすごくこう楽になったっていう経緯があって、うん、そのね、イギリスに留学行った時も。初めての海外旅行で、うん、海外に行くのでね、うん、こう折り紙をお土産に持って行ったんですよ、うん、でこうホストファミリーに折り紙を教えようと思って、うん、ね、スルとか英語でなんていうのみたいなのから始まって、カブトって英語で何みたいな、全然喋れなくて、こう辞書を引きながら一生懸命こう説明してたんですよ。そしたらこうホストファーザーがそーっと階段を上っていって、うん、お兄ちゃんがいや僕宿題がとかって部屋に帰っていて、うん、で妹さんがこうなんかそーっと金ちゃん橋みたいなのがどっか行っちゃうんですよ。ですっごい忍耐強く聞いてくれていたホストマザーがソファーの上で寝てたっていう、あ、これが私の中ではこうイギリス折り紙寝かしつけ事変って呼んでるんですけど、折り紙寝かしつけ事変事変、そう、うん、もうそれから辞書を使ってコミュニケーションを取ることにちょっと不安を感じるようになって、どうやったら辞書を使わないでその場を切り抜けながらうまく喋れるかっていうのを説明していくようにしたんですよね。そしたら結構通じるようになった。それでもその通じるようになるまでっていうのはどのぐらい期間かかったんですか？いや、気づいちゃったら早いですよ。そうなの、あっと思ったら、じゃあその気づきが大切なわけだね。気づいた瞬間にもう結構喋れちゃうかもしれないっていうぐらい、結構私の中では衝撃的でした。で、あ、そう、で、それお勤めはどうされたの？え、あ、卒業してから、卒業してから台湾系の電子機器メーカーに勤めたんですよ、うん、そしたらあの中国語喋れなかったんですけど、うん、台湾系じゃないですか、うん、取る電話8割ぐらい中国語なんですよ。ちょっと待って、それはだけど、え、そういうの喋れる人がやるんじゃない、あ、聞ける人がやれるんじゃなくて、いや、でも中国語でかかってきちゃうから、でなんか英語は一応使えるんですけど、なんだろう、喋れないじゃないですか、うん、中国語、うん、で、あ、私の語学 の、 その昔やって英語で買ったものを使おうと思ったら1年ぐらいやったらその中国語で電話の応対ぐらいはできるようになったっていう。そうそうそう、だから最後はもう自分で中国語で電話して、え、じゃあ中国語も何、うん、捨てる、あ、捨てる、捨てて、捨てた結果電話応対だけはできるようになりました。何言ってるか分かってこっちでも言う、大体相手も あのどこにいるからちょっと、あ、何々じゃなくてみたいな、こういなかったらじゃあ私の電話番号に電話かけ直してみたいなやり取りとかはもうできる。すごい。じゃあ現在何、その何カ国語喋れるの？いや、だから全然その英語と日本語とその中国語と電話応対だけでも、その捨てる英語の捨てる語学勉強っていうのは結構どの語学にでも多分使えるメソッドだなって思う、その時は思ったんですよね。それでその後、アメリカの公認会計士を取って、うん、あの保険会社、外資系の保険会社に勤めて内部監査の仕事をして、へえ、うん、え、じゃあ、いや、その時はでも英語はどうだったの？あ、その時は英語使ってましたもん。使ってたんだ、うん、使ってましたね、仕事でも。レポートは全部英語だったので。それどのぐらい住めたんですか？それはね、結局在籍2年です、ね、
あ、うん、でその後はその後はあの辞めて専業主婦あ結婚結婚はしてたんですけど専業主婦になって、うん、ほいで子供産んで、うん、何かしたいって思ってえだけどさお子さんって今2歳でしょ、うん、ってことはじゃあその今やってる、のステル英語のトレーナーっていうのはまだ初めて、ま、あれなの去年ですね本当になんかもうすごい何年もやってるのかと思ってたなんかすごい不思議なご縁ですごいいろんな話それで今ほらいろいろセミナーとかね、はい、やったりいろんなセミナーグランプリ、はい、何セミナーコンテストグランプリ大会、ねあれで話はしてるけど、最近の話なんだね、じゃあ。そうです。去年の年末です。すごいなあ。あ、飯田さん、こんばんは。あ、いーちゃん。いーちゃん、あ、なんで知ってんのいーちゃん、いーちゃん、いーちゃん、コーヒー機。あ、そうなんだ。メガ盛りでもいたしね、そういえばね。いーちゃん、あれです。私のブログとか、フェイスブックで紹介してくださったりして。いーちゃん、ありがとうね。英単語暗記しようとすると全身にジンマシンが出ていた飯田です。私も嫌いです。いやでもそれ今一生懸命でもがやってたよね中高、まあ、あと受験の時ね。なんか丸とか×とかつけられて英語ってほら正解を見つけるものだってこう思い込んでるから、うん、あるね。だからこう正しい英単語とか正しい表現が出てこないともう喋れなくなっちゃうっていうのが、うん、なんだろう間違いじゃないけどその常識にとらわれてるっていうことに気づくと喋れるようになる、うん、例えばねその、まあ、今僕なんかは、はいそのまあ、いわゆる学校でやった英語はね、うんまあ、なんとなく分かるような気がするんだけど、うん、実際喋るってのはできないわけですよ、うん、そういう練習もしてきてないし、うんうんうん、でそういう人に対して、うん、例えば青木さんはそういう人でも喋るようになる高校、まあ、中学までの授業をしっかり受けてきた人は喋れると私は思います。高校までしっかり受けたら間違いなく喋れると私は思います。すごいね、うん、で今実際に青木さんがやられてるのは、うん、そういう何セミナーが中心なんですか？そうですね、セミナーとあとスクール形式で英語プレゼンコンテストっていうのをやっていて、それ青木さんがやって、私が生徒さん、私の生徒さんがプレゼンをするんですよ、うんうん、それでコンテスト形式にして、生徒さんっていうとやっぱりそういうスクールみたいな、うん、今は個人的に教えてるますね。だけど将来的にはどうなるかちょっとわからない、うんうんうん、その生徒さんたちがこうみんなでスピーチをするみたいな。そうですね、日常会話を捨てるっていうのを教えていて、英語って勉強しようと思うと何からやりますかって聞くと大体皆さん日常会話からって Good morning とかね、そう言うじゃないですか、うんうん、で8割 85% ぐらい挫折するんですよ。なんで？理由は一つだけなんですけど、うん、広すぎるんですよ。広い、もう広すぎる。エベレストに喧騒で挑むような感じ、うんうん、いいね表現。気合と根性で成し遂げた人たちがおいでよってやってるけど、すごい険しい道のりで、うん、こう広いプールがここにあるとするじゃないですか、うん、その中にこう水を毎日垂らしていくと水ってあんまり増えないような気がします、うんうん、で漏れなく線は抜けているみたいな、うんうん、全然増えません、はいはいはい、だけどこの広いプールの中に細いストローのような筒を立ててそこに水を入れるとあっという間にいっぱいになるような気がします、うん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 、このストローっていうのが自分の得意分野専門分野好きな分野の英語で、その細い分野でプレゼンテーションを、うん、自分の、ね、得意分野専門分野でプレゼンテーションを作って、それを人前で発表することで英語って話せるようになる、一番の近道だよっていうのが私のやり方で、そのストローをいくつも立てていく。で実際にそれをやってみんな成果が出てるわけでしょ。結構ね、やっていく過程でも自信を取り戻されたり、うん、やっぱりこう発表でしょ人前で。普通に1週間に1回英会話教室に通うなんていうレベルの話じゃないぐらい、ずっと英語漬けでもう一生懸命自分の話したいことをインプットするから、すごい濃い時間を過ごしましたってすごい皆さん言います。でこう英語がなんかこう頭の中でモワモワしてるっていうぐらい、こう短期集中でワッと伸びるのはやっぱそのやり方だと私も思います。大体どの人によって違うの？やっぱりどのぐらいの期間
こう青木さんとやってるとこうなるの、ね、人によってです、ね、もうあの気づくだけで結構自分で勉強してきたんだけどちょっとずれた勉強の仕方をしてるから知識はあるんだけどうまく出せないっていうタイプの人だったらこうだよってちょっと背中を押すだけでうわなんだこれはみたいなぐらい喋れるようになったりするし、でもあの基本的なこう文法とかの中学レベルができてないとするとやっぱりそこからちょっと勉強し直した方が良かったりするから、まあ、例えばね一番最初は何を教えるんですか。最初は捨てる英語メソッドっていうのを教えます、その今とらわれてる知らない間にとらわれてる、その、英語勉強のこう常識を一個ずつこう剥がしていって、あこんな常識自分持ってたって気づいてもらうことが最初。例えば単語を覚えなきゃいけないとかっていうこと、最初は単語帳を捨ててくださいっていうのが言ってるんで、そうですね、あの8割捨てる、大人語捨てる、直訳捨てる、スマート捨てるっていうふうに言ってる。そんな捨てるの？そうすごい逆に不安になっちゃうね、そういうの。そう、なんか捨てるものないですって皆さん言ってるけど、全然捨てるもん、捨てるものしかないみたいな。捨ててったらもう全然喋れる。すごい不思議な感じ。気づかないっていう、気づいてないだけっていう。気づいたら、うわ、喋れるみたいな。なんか結構感じます。そう。で、まあ喋るっていうのはその例えば青木さんがこう言ったことをこっちでこう言ったりとかそういう。練習とか、私は正しい英語を教えません、今日のフレーズを教えませんっていうやり方でやっていて、すごい、よく英会話スクールとかで今日のフレーズってこう出されて、そのフレーズにのっとって会話をするじゃないですか。そのやり方やってできたことがないんですよ、私が喋れるようになったことがないので、そのやり方はやりません。へえ。でその正しい英語、先生何々って英語で何て言うんですかって言った瞬間、退場みたいな。ちょっと待って、そう聞きたくなるよね。 それは絶対に聞いちゃいけない。てか、まあ、絶対にっていうか、うちのクラスではそれをやったらもう退場。表面張力、ギリギリのバケツを持ってプルプルしてもらうみたいな。すごい面白いね。面白いっていうか、どんなあれなんだろう、すごい興味があるね。あの私のやり方は、お腹を空かせている人が目の前に今います、魚を釣ってあげますか、魚の釣り方を教えてあげますかって。あ、なるほどね。あるじゃないですか。よくいいね。そうで、魚の釣ってしまうとその人はお腹をその時はいっぱいになるけれども、またお腹が空いた時に魚を釣ってくれる人を探さなきゃいけない。でも魚の釣り方を教えてもらった人は自分で魚を釣れる。私のやり方は完全に後者で、釣り方を教えてあげるので、ね、自分で紡ぎ出す。ねえ、皆さんどうですか。ね、青木さんセミコンで、ね、準優勝ね、わかるでしょ、この話から聞いたら。でもそういう練習をしたの、今まで。そういういわゆるセミナー講師としての話し方とか、その進め方っていうのはどこから勉強したんですか。そう、いろいろ勉強してきたの今まで。いやでね、あのそれに合わせてやったっていうだけ、はい、それに合わせて、表情合わせて、それだけなの。すごいね。本当、いやすごい上だって。僕ねセミコン実はあんまりよく知らないんですけども、岡崎さんとか、僕よくさ、話を聞いたりするんですけども、いわゆるそのセミナーの、その発表する人たちが集まって、コンテストするわけでしょ、それ優勝とか、その地区のそのがあるわけ、はい、そうですね。なんか今も全国8カ所でやってて、自分の経験から紡ぎ出したノウハウをセミナー形式、10分のセミナー形式にして、それを発表する。でそれを発表する、あの聞いた方が点数をつけて順位を決める。でその後にこう全国8カ所でやってるので、こう地区代表決定戦があって全国大会があるっていう感じですね。去年100人以上多分やってるんじゃないかな。そう、それで10人以上ってすごいね。でもあれは皆さんの力ですね、完全に。どういうこと、皆さんの力。いやもうなんか私のセミナーが最初しょうもなかったものを何度も何度も付き合って、こうした方がいい、あした方がいいっていろいろアドバイスいただいて、でその主催の立石先生も電話とか言っていろんなことをアドバイスいただいて、すごいいろんな人に助けられて。
その10分の中で一応完結するわけ。完結しますね、その時は。でもセミナー自体、今やってるセミナー自体は120分とかなので、うん、その10分を広げて、まあだから本当のセミナーはワークがあったり、そうですね、いろいろあるわけだね。でもそのセミコの時はもう一応話す、はい、話すだけ、ノウハウを話すだけ、だよね。へえ、面白いね。あ、いろいろ皆さんありがとうございますね。あ、谷口さんね、明日は市場食堂、玉屋定休日なので明日の無添加カレーデーの準備をしながら見てますってことだよね。無添加カレーね、谷口さんね、本当あの時はありがとうございましたね。メディカス内で食べさせていただきまして、ここでね試食カレー食べながら、美味しかったですね。飯田さんね、文章で暗記すると記憶できます、ストーリーで覚えると暗記できるんですよね、うん、そうです、そうです、その通り。だからプレゼンなんですよね、単語だから。プレゼンはより上の英語力を身につけたい人のための勉強法、うん、セミナーは今ある英語力でどうやって話すのかという勉強法で、そのプレゼンをやってるのはさらに上の話なんですよね、うん、で、そのなんでプレゼンがいいかっていうと、単語、専門分野だったり、ね、専門用語の単語を覚えるのに、その自分の得意分野のプレゼンを作ったら文章内で覚えるじゃないですか、単語って、うん、そうするとすごく記憶の定着もいいし、どういうふうに使い回すのかっていうのも分かるので、絶対的にプレゼンを覚えてやった方がいいって、うん、だそうですね。あ、佐藤さんね、今夜は英語特集ですね。そう、英語特集英語特集といえば英語特集。小林さん、あ、学校行ってた頃って英語って嫌いだった、喋れるようになると意外と難しくなかったりするんだけど。そうなんですよ、今は航空英語専門。なるほど。僕のね、うん、父親が通訳やってたんですよ。もう戦争終わって、うん、で結構アメリカさんがこう来るようになって、全然みんな英語喋れないんですよ、うんうんうん、だからもう仕事しながらもしょっちゅういろんなところから電話かかってきて、今ちょっとアメリカさん来てるんだけどすぐ来てくれとか言って、もう結構忙しかったって言ってましたけどね。すごいですね。だからで高校独学でやってたのかな、大学、大学は英文科行ったのか、それで英語専門のなんか、それから専門学校行って、でそういう通訳とかやってて、そしたらそのアメリカさんと仲良くなってね、うん、そのアメリカさんが帰ると、うん、アメリカに、うん、お前も来ないかと、一緒にやるみたいに言われて、うちの親父が親に言ったわけ、ちょっとアメリカ行きたいんだけど、うん、そしたらもう泣かれて行かないでくれと、うん、でその頃ってなんかもう行ったら帰ってこれないような、で親父はそれで断念して、まあ、今の仕事、うちのね印刷会社を継いだんだけど、でもねそういう話は聞いてたんだけど、親父が喋ってるの聞いたことないわけで、うんうんうん、初めて聞いたのが僕が30代の頃かな結構聞いてないですね、全然聞いてない、知らなかった。で親父が英語喋る、それはなんとなくその日本語の中で、うん、なんか英語言うことがあるんだ、その英語の文章を喋ることは ないわけ、やっぱ日本語の中で時々英語がこう混じるみたいなね、そういうのあったんだけど、その時家にそのなんだっけ、なんか知らないけど、ね、外国の人が何かを訪ねに来たわけ、自宅にピンポンって、うんうんうん、その時親父が出てベラベラって喋ったわけ、ね、それで感動して、本当に喋れるんだと。かっこいいと思いますよね、その時ね、30代までね、聞けなかったら。そうなんですよ、そんなことがあって、で僕は全然喋れないわけね、うん、僕は喋れないんだけど、通訳の方とかその英語の先生はすごいと思います。本当にすごいと思う、やっぱりすごい努力してないとなれないと思うし、正しい英語喋らなきゃいけないので、全然こう私が言ってる英語ユーザーを育てるっていうのと次元が違うから、エベレストに登った人だからすごいと思います。そうなんだ、あ、飯田さんが、うん、この谷さん、谷敦史さん、大先生とご縁なんですね。そうそう、もともとはそうですね。なるほどね。あ、草間さん来たよ、遅くなりました、来ましたよって、遅いよ、ちょっと始まったばっかりだけどね本当こちらもいろいろと事情がありまして、今回はね
ほんとすみませんね、皆さんね、お付き合いいただきまして。佐藤さん、今日 Google スカラーで論文読むコツとして専門分野なら読めるよと他のグループでその話をしましたと、うん、なるほどね、専門分野ね、うん、英語イコール苦手意識をのけるんですね、うん、そうね、でもどうしても苦手意識って日本人多いよね、英語はね、そうですね、うん、なんかその専門分野なら読めるよって話すごくよくて、うん、あのお相撲さんがね、うん、海外から来て1年ぐらいでものすごい喋るじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、あの今日の勝因は何ですかって、右の回しが取れたことが、うん、みたいな、うん、でもあれってお相撲さんの専門分野の専門用語を駆使した会話だから、お相撲さんになった人であれば多分聞き取れなくても想像力が手伝ってくれるんですよ、うん、で、大体こんなこと言ってるだろうなっていう想像力と、大体こういうことを聞いてるだろうなって、なんかこう自分の中でいろいろ消化して出せるので、うん、専門分野って強いんですよ、多分お相撲さんが普通の日常会話をいろいろ普通に聞いたら分からなかったり止まっちゃうこともいっぱいあるのに、うん、相撲分野っていうところであれば話せるっていうのは同じ原理だと思うんですよね、専門分野でね、そう、専門分野、なるほどなるほど谷口さんね、青木さんが先生だったらそれだけで苦手意識とか全てのマイナス要素が吹っ飛んでいきますよ。わかる。ね。本当青木さんみたいなね先生がいたら素敵だよね。本当ね。あ、多田さんね、パンこね終わって手を洗ったからコメント返し、ね、ありがとうございます。草間さんリクエストは津軽海峡冬景色。うまい。うまいね。この間ね、はい、カラオケ行きまして、はい、まあ、もちろん初めてね、青木さんの歌聴かせて、いやー、ほんとね、うまかったですよ、味のあるね、演歌、はい、ね、あのその時はちょうどキャプテンのお二人がね、そうなんですよ、もう本当にやっぱりさすがに元アイドル、はい、ね、もっと聴きたかった、あの、ほんと聴いてるだけ楽しいよね、まあもちろんね、皆さん、あと、向井さんとか、向井さんの歌聞いた？聞きました。聞いたよね。向井さんとかね、山口拓郎さんね、あ、田村真嗣さん、草間さんもいたね。草間くんがまたね、すごいいいんだよね、歌うまいの。あの、と青木さん帰った後ね、はい、すごく良くなった。もう最後の方、エンジンがかかってきたって感じで、ね、すごく草間くん良かったね。ほんと良かったね。うん、多田さんね、専門用語ほど覚えちゃいますね。そう、今ね、お相撲さん、ね、さんの話も本当よくわかりますね、うんうん、必要ですしね、うん、必要なことだからね、やっぱり吸収力も違います、ね、うん、でもさ、その青木さんのところでやっぱり生徒さんというか習いたいって人はもともとその英語ある程度知ってる人でもっと上手くなりたいっていう人が多いんですか？人によります、本当に人によります。ってことはあんまり英語しゃべんだけど全然できないけど、うん、これから上手くなりたいっていう人もいるの？すっごい英語コンプレックスをお持ちで、もうすごい英語コンプレックスで、来ます来ます、しゃべれない、どうにもならないって言って来られた方が、うん、私の中で今一番すごい成長率だと思ってるんですけど、うん、彼がものすごいしゃべる、なんかこう、なんだろう、これを英語にしてって言われた瞬間、え、あ、えってなっちゃってたのが、うん、こうなんかこの、それはその日本語、そう、日本語を英語にしてみてって渡した瞬間、え、あってなっちゃってたのが、この間のセッションなんかはなんかもうペラペラペラって英語でなんか喋ったりするから、わからないな、すごいな、あの、いやもう本当に僕は何も知らないから、うん、もう素朴に聞くんですけど、その例えば日本語をね、うん、私は英語にするって考えた時に、やっぱり文法を考えちゃったりするわけですよ、うんうんうん、それは間違いなんだよね。人、いや、間違いではないです、間違いではないけど、なんだろうな、例えば今日は天気がいいですねって言いたいときに、うんうん、英会話教室に行ったら、うん、ジョナサンみたいな先生がいてね、ジョナサンに、うん、今日は天気がいいねって英語でなんて言うのって聞くじゃないですか、うん、ジョナサンが Oh yes, you can say it's fine day today とか言って、あ、It's fine day today って言うんだと思って、うん、こう猫も杓子も日本中みんな天気がいいねって言いたいときに It's fine day today って言うじゃないですか、うん、でもそれって確かに正しい英語なんだけど、
でスカイツソーブルーでもいいですよね。空青いね今日でもいいし、そホーツでも一言でもいいし、いろいろあるわけね。そうな、どんな言い方でもいい。なるほどなるほど。結局正しく喋ろうと思わないで、なんなら言えるか、自分の中にある表現とか単語を使って何なら言えるのかっていうのを考えるっていうのがやり方です。そういう練習するわけだ。そうですね、うん、青木さんの教室ではね、はい、あ面白いね、なるほどね。だから正解がない、あの何で8割捨てるっていうふうに言ってて、あの 2:8 の法則ってあります、うん、はいはいはい、あの2割が8割を占めてる、うんうんうん、で大体 ZIP の法則って単あのなんだろう、言語の分野でも 2:8 の法則っていうのがあって、全部の文章、あ全部 の, その単語の2割の品質単語が8割詰めてるっていう考え方があるんですけど、うん、そうするとね、こうじゃあ2割の単語を覚えればいいって言うんじゃないですかって言うんだけど、そうじゃなくて、うん、私の場合捨てるだから、うん、そうじゃなくて自分の言いたいことの2割を伝えてしまえば8割伝わるよっていう考え方。なるほど。だから8割捨ててしまえば結構8割伝わるよっていうやり方をやっていて、うん、こだわりを8割捨てる、2割言いたいことを伝えれば伝わっちゃうんだよって。そこ の, そのどうしても 100% 言いたい気持ちをどうやってこうあの解いていくかっていうのが結構主なやり方ですね。はあ、なるほど。で青木さんのところ具体的に言うと、今その青木さんのところで例えば習いたいよとかいう人がいたらどうするの？あ、もう普通に個別にこう英語プレゼンコンテストに出てもらいますね。え、英語プレゼンコンテストに出るの？あ、そう、まずはセミナーに来てもらって1回、まね、あの青木さんのね、はい、そのセミナーっていうのはどこでしょうか？はイベントページとか、あのフェイスブックの、はい、とか立ててるんだ。はい、あとアテンドとかでも、あのサイトとかブログとかにもホームページもあります。あるね。そこからこう次の結構定期的にやってるの？やってますね。一般向けセミナー次は4月の20日に。4月の20日ですよ皆さん、4月の20日。それはプレゼンコンテストとセミナーが一緒になってるやつで、私それ一緒になっててどういうこと？最初に第2、1部、2部ってあって、うんうん、1部が2時間私のセミナー聞いてもらうんですよ、うんうん、で、あ、自分はもう喋れるかもしれないなってさらに思ってもらった上で、さらにこのインプット、あのより上の英語力を目指すためには英語プレゼンですよっていうお話をした後に、じゃあどういうふうに皆さんは英語プレゼンを作ってるのか見てみましょうみたいな感じで、英語プレゼンコンテスト第2部で5、5、6人の方が競い合って、そう喋るのも喋ります、皆さん。でこう日本語字幕出して、だから見に来てる方は英語全然わからなくても大丈夫、でも話す方は英語を、ま、覚えてるっていう状態でこう字幕を出して喋るっていうやり方やってますね。はあ、うん、そういうことですよ皆さん、はい、まずはセミナー。そうです、4月20日ね、はい、4月20日セミナーに。申し込みはどこですか？アテンドのページがあるので、うん、そこ、あ、ホームページから来ていただけたら。ホームページだね。今日僕リンクしてるからブログでね、あの青木さんの。そっか、4月20日もうちょっとあと 2,3 日してから更新される予定なんですよね。あ、まだ出てない。ホームページの業者の方にもお願いしているので。今ブログは出てないの？ブログ出てます。あ、ブログからも、ブログはね、はい、アメブロね、はい、アメブロ、うん、青木優香ブログで、あれは自分で更新してるんです。はい、私の更新です、ね、そこからも入れます、はい、あ、なんかすごい皆さんたくさん、あ、あ、ヨウダイさんね、すごいメンバーのカラオケ大会面白そうですね。本当面白かったです。僕はカラオケね、あんまり最近あんまり、まあ、ずっとここ行ってなくて、まあ、昔は、ね、結構歌ってたんですけど、最近は行ってなかったんだけど、この間みたいなカラオケは面白いですね。面白かったです。あ、しずいさんね、ギリギリ間に合ってよかった、ここ今見てくれた方に言いますけれども、今日これ始まったのが8時45分、45分遅れで開始しました。実はいろいろとトラブル、ここのとこね、メディカストラブル続きで本当申し訳ないんですけどね、今日はなんと iPhone です。 iPhone4S で、YMAX のモバイルルーターで配信しております、皆さんどうですか？今見えてますか？声ちゃんと聞こえてますか？ iPhone で僕初めて今日実は配信してるんですけど、まあ皆さんのコメント見るとなんとなくね、ちゃん伝わってますね。伝わってますね。多田さん、もともとは言葉センスだと思うから、水越さんもきっと英語もくなるよ。そうですか、ありがとうございます。嬉しいです。
何でもいいんですね、自分の個性や表現を重要にするんですねということでね、ゆうたいさんありがとうございます。パレード法則コミュニケーションね、うん、なるほど。まあすごく面白いんだよね、その捨てる英語っていうね、うん、そのキャッチもいいし、それ自分で考えたんですか。いろいろね、こう中山誠先生、マジっすか、今絶対ね、あ、と思って、マコリンです。本当、それなんで中山先生とあれなの。セミナーコンテストの東京大会の審査員だったんです。そうなんだ。中村先生もこう出られたこと、はい、はい、台風の日だったんですけどね、あの日ね、本当。あ、本当、はい、それで何、中村先生がつけてくれたの。うん、そうですね、つけてくださいます。いや、さすがですね、捨てる英語ときたもんだ、それまではそういうのつけてなかったんでしょ。そうですね、全然、もう全然ですよ、びっくりするぐらい、うん、皆さんの反応が変わりますね。そう、うん、同じこと喋っててもやっぱり一つこう、いいな、やっぱりキーワードを、ね、突き刺すっていうのは全然、キャッチコピーの凄さを最近知りました。やっぱり本当にもう痛感します。いや、あれは本当ちょっと来るよね、英語トレーナー、美人トレーナー、嫌な汗かきます、ね、いやそんなことないですよ。でもね、先ほど話出ましたけど、結婚されてね、お子さんが今、はい、いつでしたっけ、2歳です、ね、まあ、お子さんが小さいからなかなかね、自由にこう、うん、外へ出たりとか、ね、そうですね、難しいもんね、うん、でもそのセミナーやるときはやっぱお母さんに見てもらったりしてるとか、いろいろですね、大変だね。いや、うん、ご主人とかそういうのはどうなんですか、応援してくれてるんですか。いや、主人がずっと私に言い続けてた人で、何のやれと、だから私が専業主婦かな、ずっと専業主婦だろうなって思ってたら、お前はこんなところで終わりに行けないってずっと言われ続けて、虎の穴みたいですね、なんか、そうなのかなとか勘違いしちゃって、いや勘違いしない、すごいねご主人、うん、普通っていうか、まあ最近じゃないな、どちらかというとほら男ではまあそのちょっと家にね、行けほしいとか、うん、そういう人もいますし、うん、積極的にね、そうですね、彼が何だろう、まず一番初めは本を出したいっていうふうに思ったんですよ、私が。なぜか知らないけど、すごいなんか憧れみたいな気持ちを持って、うん、私本書きたいって一言言ったら、なんかブログをやらされて、ご主人に、また、うん、なんか最初ブログだよって言われて、ご主人はなんか詳しいの、これ普通の会社員なんですけど、ブログを やろうって言って、でブログを始めて、そこからなんかセミナーコンテストのこととかいろんなことがこうわーっとつながってきて、なんかうわー、あれよあれよという間に今に至るみたいな。だから主人が多分一番喜んでますね。すごいね、いいね、環境的には ね、応援してくれるんだもんね。そうですね、うん、いやそれは素晴らしいですよ。あ、そうそう、井出さん申し訳ない、そうなんですよ。あ、すごい、シルシーさんね、iPhone ですか、すごい綺麗に見えて聞こえます。よかった。ヨタさんね、来た、中山さんだとかね。佐藤さん、私の英語学習法は映画の DVD とリピーティングでした。シルシーさん、英語勉強中なので時々ブログ拝見してます。とても分かりやすいです。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しい。嬉しいですね。あ、すごい旦那さんだって、ね、言うたしたね。本当そうだよね。いやでもまあその、まあ、セミコンでも、まあ、準優勝したりね。はい、で今乗りに乗ってるっていう印象をすごい受けるわけですよ。ありがとうございます。でもいろんなとこからこう。今日も出れたし。いやいや、もう本当にね、今日出ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。だってハッピーエクもね、ハッピーエク、はい、いつでしたっけ出たの？去年の年末です。あれはなんで？グランプリ前です。あれはサリーさんどうして？サリーさんは谷先生がご紹介くださったみたいです。ああ、そうなんですか。うん、でも今じゃあその生徒さんもいらっしゃるようだけど、うん、はい、今その青木さんが考えてるのは。もうちょっとその教室を充実させていくっていう感じなのかな。私の夢は、
今年本が出版される予定。決まったんだっけ？はい、決まりました。あ、そうか、はい、そう言ってたよね。はい、日本に行って、ありがとうございます。出版ですよ、皆さんね、応援しましょう。ありがとうございます。今年日経新聞出版社から出る予定。ステレオですか？はい、ステレオ。そのまんま？あ、まだ題名とか全然決まってないです。絶対そうだろうな。いや、わかんないです、全然わかんないですけど、その出る予定で、あの、なんだろう、私セミナーコンテストに出た時って本当にただの主婦で、ただのっていうか、まあ、本当に主婦業をやってたので全然こう気づかなかったんですけど、いや、日本人の英語を変えれるかもしれないっていう、なんかこう意識にこう物事が急に変わった時にものすごいなんかこう鳥肌が立って、自分で、うんうん、私が人を救える能力を持ってるのかっていうのにちょっと驚いてしまって、うんうん、だからなんかこう今後は一人でも多くの人に大丈夫なんだよってこう背中を押すことをやっていきたいので、うんうん、企業研修とかそのセミナーとかでこう大きなに多い人数の前で私はこうステレオ英語を伝えていきたい、うんうん、でスクールの方はあの形にしてこう、まあ、いっぱい受け入れるように、うん、なんか感じの形に仕組みを作っていこうかなっていうのが今後の目標。考えてますね。夢は品川 の, その国用ホールを満員にして、うん、何人入るんですか？300人入りました、この間グランプリ。300人じゃ少ないじゃない、それを、ね、満員にして、こうなんだろう、その300人がわ喋れるかもと思ってこうキラキラしながら戻ってもらって、いいですね、その周りの人もみんなキラキラしていくっていうのがもうやっぱりやってみたいなっていう。やれるよ、やりたい、やれるでしょ。だって出版の夢っていつ持ってたの？出版したいっていうの2年。あ、結婚する前？結婚する、もう結婚して、私2011年の3月ですね、やっぱり。2011年の3月、そこら辺にやっぱ本出したいと。あの時になんだろう、すごくね、はい、今までの人生っていうか、ここで、ね、ここで終わった時に後悔してる自分にすごい恐怖感を覚えたっていうのがきっかけですね。と僕ちょうどあの時はもう出版してる、うん、もう決まってて、その初めてだったか分かんないじゃないですか。とにかく原稿をどんどん送り続けてたわけね。はい、でもあんま反応が返ってこない、うん、と送り続けてた、うんうん、で年越しちゃったわけ、はい、ね、それで、でももしかしてこう一生懸命送ってるんだけど、あんまり次送ってくださいとか言われるんだけど、それに対して何もリアクションがないわけ、はい、あれもしかしたら何にも連絡ないっていうのはダメなのかなって思ってたら、向こうから連絡が来て、水越さんちょっと話があるんだけど、うんうんうん、来てもらえますかって言われて、うんうん、いつすごいですかって、3月11日は空いてますって言って、はいはい、で、じゃあちょっと来てください、うん、で3月11日打ち合わせに行ったんだけど、うんうんうん、その時に僕はもしかしたらその時に水越さん本当に申し訳なかったと、うん、ちょっとやっぱこれじゃ本出せないよって言われるかと思ったわけ、うんうんうん、うちのかみさんにも、うん、もしかしたら出版できないかもしれないから、うん、覚悟しておいてって言って、うん、行ったんですよ事務所に、うんうんうん、ね、うん、そしたら3月11日に行ったわけですよ。そしたらその担当の、ね、部長さんなんだけども、うん、水越さん申し訳ないと、僕ちょっと他の著名な出版社のとも担当してるんで、うん、忙しくて、うん、なかなか水越さんのお返事できなくて、うん、で申し訳ないけどちょっと別のものが担当するからっていう話だったのね、うんうんうん、でその別の人っていうのが、菅同文館出版の菅さんという方、もうその方と会ったら話がバーッとどんどん進んで、水越さんいついつまで原稿あの直し入れて、うん、いついつ出版しましょうって決まっちゃったの、その場で。すごい。で3月11日の地震のもう本当直前にそれが話が決まって、うん、よしやるぞって思って事務所を出て歩いてったら地震が来たんです。でもすごいショックじゃないですか、うん、で翌日、うん、出版その編集の女性から電話です。水越さん原稿今日大丈夫ですかって。すごいね。で僕さすがにちょっと待ってもらえますかって言ったんだけど、でもそれから結構精神的にきつかったんだけどね、うん、それからどんどん、直してやって5月に出版できたんです、うん、
すごい。そういうことがあってね、結構だからあのあそこら辺のやっぱりいろいろね、うん、思い入れがあるんだけど、でもそういうあれだったんですね。そうだね、でもその時思って、でも実際でも出版するにはどうしたらいいかとかそういうのは分からなかった。分からなくてブログ始めたんです、うん、でその時は子育てブログだったんです、うん、最初もう言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、いいじゃないですか。子育てブログでずっと書いてて、 それでそこからなんかこう あるいろんな方のブログに行き当たって、イベントやりますっていうの書いてあって、あ行かなきゃいけない なんとなく思って行ったら、なんか今の流れにわーってなったっていう感じです。すっごいなんかみんな知り合いばっかりの中、私いきなり一人なんか普通の専業主婦みたいなのが入っててびっくりしたって未だに言われます。そう、なんで来たんだこの人はみたいな。すごい、でもやっぱりそう行動だよね。そうですね、あの時本当になんか思いました。ブログってまあね、メディアそういうものをなんか通じてこれだって思った瞬間に、ちょっと何かあってもなんかちょっと行きづらかったり、このまだ子供に授乳してるし、ちょっと外も出れないような気持ちがあっても、なんかすごく行かなきゃいけない気がするって思ったら、もう無理やりにでも行くべきだと思いました。ね、本当そう、その一歩の行動がね変わるんだよね。すごかったですね、あそこからのもう変わり方って、もううわーって変わっていったので、流れ乗ったね。びっくりしました ね。だからね、本当こっちも話聞いてて、えもうなんかもう何年もずっとねセミナーの講師やってなんかしてるのかなと思ったぐらいだから、はい、すごいよ ね。本当にありがたいです、本当にいろんな方の助けで。ね、本当素晴らしい。本当に、ね、最近の活躍は本当すごいですよ。ね、この水越リーダーの強引な後押しが大ブレイクにつながる、大ブレイクにつながるから不思議です。ありがとうございます。まあそうすると。原稿これからなの。原稿これからです。これからね。うん、で、今年の中、ん、一応ね、11月、ま、んじゃまだちょっとそこら辺は詰めないといけないみたいな、うん。まあでもね、本当素晴らしいね、出版のね、はい、夢が叶ってね。企画が通ったってもう、ね、みたいな感じ。ね、あ、そうかそうか。うん、向こうから企画書出してって言われる。はい、出して、うん、そうですね、出してって言われて、出して。それで終わったんですね。いや本当すごいわ。まあこれからね、とにかく、なんだろうね、そのまあその捨てる英語っていう、まあ、キャッチもそうだけど、うん、こう雰囲気がすごくいいよね、奥さんって。ありがとうございます。いやいやいや、本当みんなそれ思ってると思うんだよね。雰囲気ですか。うん、初めて言われました。そう、はい、あ雰囲気なんかやっぱりなんだろう、嬉しい。こうさすが今月があるね、乗りに乗ってるっていうかね。だからやっぱり周りにもそういういい人たちがね、あこう、うん、それはありますね、出てくるんだろうね。周りはすごいですね、今でも素晴らしいですね。そうですね、青木さんの行動力すごいんだって。本当その行動力を一歩ね出すか出さないかで結構その先変わってきちゃったりしますからね。そうですね、周りが不思議ですね。未だに不思議だなって思います。だっていくつもこうブログがあったり、いくつもあるのに、そのイベントだけがなんかすごく引っかかって、行ったら、ね、セミナーコンテストの出場者の方がいっぱいいて、なるほど、ね、来なよって言われて、そこからだから。まあね、今日はね、実は45分遅れで始まってですね、本当にこんな遅くまで付き合いしたいって、ね、まあ、皆さんも本当にありがとうございました、ね、たくさんの方に付き合っていただきまして、お付き合いいただきまして、で、今日青木さん愛のツイート大賞ということで何かプレゼントがあるんでしょうか。そうです、はい、4月の20日の、英語プレゼンコンテストと私のセミナーに、無料ご招待をさせていただこうと。それ行くとするといくらかかるんですか。4000円、当日5000円ですね。5000円ね、はい、いいんですか。はい、ねえ、皆さん、もしご興味のある方ね、その行ってみたいなっていう人にやっぱり差し上げたいと思うので、はい、ぜひ4月20日青木さんの、セミナーね、行ってみたいっていう。場所どこですか。日本橋です。日本橋ね。何時から。1時から6時まで。土曜日土曜日です。あ、土曜日ね、はい、土曜日1時から6時まで、4月20日
ちょっと青木さんのセミナー受けてみたいな。僕もね、正直言うと僕は英語今すぐに喋りたいとかあんまり気持ちはないんだけど、はい、青木さんのセミナー受けてみたいと思うね。おっといやいや本当思うよね。多分見てる人みんなそう思うと思う。嬉しいです、嬉しいです。いや本当本当、青木さんに実際会いたいってみんな思うでしょ。うん、ね、嬉しいです。会ってお話聞いてみたいと思うよね。今日のねメディカス見た人はねやっぱそう思う。あ、嬉しいです。ありがとうございます。僕実際こう会って本当に嬉しいなと思ってますけどね今ね。雰囲気がいいのはきっと今夜の、ケミストリーもある。ケミストリーってどういう意味ですか。化学、なんだろう、相性というか。ああ、うん、なるほどね。はい、言いたいことはなんとなく分かります。あ、ヨタが話してる人がキラキラしてます。おお、嬉しいですね。分かる、本当その通りですね。ありがとうございます。はい、でちょっと皆さんね、ご興味のある方、行ってみたいなと思う方はぜひね、ちょっとツイートしていただきたいと思いますけどもね。まあちょっとね、ヨタさんなんかちょっと大分なんでね、難しいと思いますよね。大分なんで。ということで、あと夢聞いたね。はい。もう一度言いましょうか。品川国用ホールを前にして、ね、もうそこまでもちゃんとビジュアル、もう完全にそうイメージができてるわけだ。品川国用ホール、品川国用ホール僕行ったことないんだけど。セミナーコンテストのグランプリ大会が、セミナーコンテストのグランプリ大会やるとこなんだ。この間やったとこね。はい、前回。だから。あの時に、あ、ここ全員私のセミナーを聞くために300人集まってもらいたいって思ったんです。そこの、舞台に立ったんでしょ。立ちました。壇上にはね。はい、立ちました。うん、120分喋りたいと思ったんですよ。ああ、みんな自分だけのために来てくれて、うん、自分が120分喋りたいと。いいですね。いつ頃実現できますかね。いつでも、もうやりたいです。やりたい。いやー、それ実現をしてほしいですよね。そうですか。でも出版もね、こう結局その300人集めるっていうのも一、人でも多くの人にこう大丈夫なんだよって背中を押したいっていう気持ちなので、出版があるからやっぱり本からでもやっぱりこう背中を押せるだろうなってちょっと自信がなくて。日本ってねすごい国だと私は思うんですよ、本当にすごいと思う。ただなんだろうな、その英語コンプレックスとか自分は喋れないからって言ってなんとなくこう外に出れない、なんとなくこうどうせ自分なんかみたいな気持ちを持ってる人がものすごい多いような気がしていて、すごい素晴らしいものを持ってるんだからもっとこう外に発信してってほしい。で、日本の素晴らしさをどん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 こう海外に伝えてってもらいたい。で、それをこうなんか大丈夫なんだよっていうのをこう一人ずつ人こう背中を押していっていきたいっていう気持ちがあるので、やっぱ夢は一人でも多くの人を大丈夫だって自信を持ってもらう。英語、ね、革命を起こしたい、はい、英語の、素晴らしいですね。具体的には品川国用ホールで300人を前に120分、はい、ね、お話しすると、もう実現しますよ、もう、ね、すごい、英語大さん、予約しておこうかなって言ってますね。すごい、はい、いいですね、予約しましょうよ、ね、さあ、ということでね、皆さんね、この後でもいいんで、ぜひ、いや、しんせいさん残念だね。そう、しんせいさんみたいな方に言ってほしいよね。キュートな笑顔に会いたかったです。私も会いたかった。なんでね。皆さんね、これから、もしあれだったら、ツイート、あと僕にメッセージをね、いただいても結構なので、一応一人ということで、またそれ、連絡をさせてもらいますので、はい、はい、わかりました。ぜひ皆さんね、行きたい方、メッセージお願いしますね。よろしくお願いします。ということで、いや本当に今日はすいませんでした、ね、いや、とんでもないです。ありがとうございました。またちょっとちゃんとした形でリベンジしたい、まあ、近いってこともあるし、また来てくださいよ。はい、もちろんもちろん、ありがとうございます、ね、ぜひぜひ呼んでください。はい、もうとにかく皆さん、まずは本をね、はい、7月20日のセミナーと、あとこれが出版する本をね、はい、応援したいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。ということで、ステル英語のトレーナーの、青木ゆかです。俺また言われるよ、これ最後まで名前覚えてないって、青木ゆかさんです、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、皆さんさよなら。さよなら。ちょっとさよなら聞いてね、これ切るから。さよなら。
停止。